ひねりごま、ひねりごま、ひねり独楽は、コマを回し方で分けた場合の類型の一つ。軸を指でひねることで回すもので、最も簡単なコマである。コマを回し方で分けた場合、ひねりごまは、何の道具も使わずに回すコマのうち、指先だけで回すものである。指先ではそう大きな力をかけられないから、コマそのものもごく小さなものに限られる。より大きいものは、 指先では回せないので、軸を手のひらに挟んでこすって回す手よりごまか、紐を巻いて回す、糸巻きごまになる。ひねりごまは回すのも簡単であるが、性格上、それ以上の発展はあまりない。しかし、作るのは簡単なので、おそらく最も原始的なコマと言っていいであろう。手作りするのも簡単である。回転する胴体と軸がある。 という程度の共通点が認められるが、型の自由度は高い。例えば紙の円盤の中心に軸を通せば出来上がる。銅がより厚い塊であっても良いし、どんぐりのように縦長であっても良い。ただ、最低限の共通点としてひねるときに、指で挟むための軸の出っ張りが必要になる。これは上側に出ているのが普通であるが、口実のように下に出ていても回すのは可能である。 下側の先端は少なくとも突出している方が安定して回転するが必ずしもその必要はない。なお、工実する空中で回すコマについては様々な異なった特徴がある。普通のひねりごまは上に軸が突き出しているからこれを片手の指の間に挟みひねって手を離せば回る。あとは倒れるまで見守るだけである。 基本的に回転を後で追加することはできない。また、製品としては存在しないようであるが、下側に突き出た軸を持って回すこともできる。手のひらを上に向け、指先に下側の軸をつまみ、ひねりながらやや上に投げ上げるようにして手を引けば、台の上に落ちて回る。押しピンはこの方法で回して遊ぶことが可能である。コマの起源には諸説あるが、 各地で独立に出現したものであろう。その起源としてよく考えられているものに、巻き貝とどんぐりがあるが、これからは、ごく簡単にひねりごまが作れる。巻き貝の場合、先端部の殻を残し、殻の口の方から殻表面を壊すと、中心の軸部分が、先端の円錐形の殻から突出した形となり、逆さまにすればひねりごまになる。どんぐりの場合、丸い底に軸を突きさせば、 尖った先端を下にして良い駒になる。ドングリなどの好みで作られた駒は、好みごまと呼ばれ、世界に広く分布している。これらが、駒の起源であろう。実際に出土したり古い映図に見られるものは、ぶちごまの方が圧倒的に多く、ひねり、ごまが見られる例は、ごく少ない。これは、作りが簡単すぎるためかもしれない。古代イギリシャの絵にはひねりごまらしいものが出ている例がある。 商品としては、幼児用の小型のコマが時折見かけられる。むしろ、駄菓子などの付録として見かける例が多いかもしれない。郷土玩具としては、回して楽しむというより、様々な衣装を凝らしたり、色や模様を楽しんだりということを目的とする作品が多々ある。子供たちは、大抵勝手にひねりごまを作る。例えば、先のどんぐりの他に、牛乳、瓶の蓋や、 フィルムケースの蓋など芯をつければすぐにコマになる。押しピンもコマとして使える。芯が上に抜けていないので下から軸を持って回す。本来はコマとして考えられていないから個体差が大きくよく回るのを探すのが大変だがそれもまた楽しみである。同じやり方で急須の蓋なども回せる。コマとして使うことを想定しない商品もある。 例えば、橋置きとして作られたものや、千代紙細工などで、要するに、駒の形のものを小さく作れば大抵はひねり駒になる。実際に回しても大抵は回る。小さいと力のモーメントは大きくならないので、多少の誤差は気にならないで、そこそこは回ってしまう。江戸時代には、貨幣の真ん中に軸を通して回す、銭駒というのが、子供の間で流行したと言われる。 現在でも穴の開いた効果はあるが、これに軸を通して回す例はあまり効かない。駒を単に回すだけでなく、他の目的で使う場合もある。力が強かったり回転が速かったりする必要があれば別だが、そうでなければひねりごまが使われる。作りが簡単だからであろう。例えば掛け駒というのがある。駒を回して倒れた方向を当てるというものであるが、 そのためのコマはひねぎごまである。また、逆立ちごまも大抵はひねぎごまである。その他、電子部品を組み込んで回すと光ったり音が出る例もある。このようなものは、あまり派手に回ると壊れやすいため、ひねり、ごま程度がちょうどいいのかもしれない。日本における一般の印象では、コマは基板の上で回すものである。しかし、そうでないものもいくつか知られる。 空中ゴマやディアボロ、あるいはチョンガケゴマなどは、紐の上で回すコマである。もう一つ、空中で回すものに、細い棒の先で回すコマがある。皿回しを考えてもらえばわかりやすいと思う。皿回しもある意味でコマであるが、同じような姿で回す。コマとして作られたものがある。九州の皿ゴマなどが代表である。形は円盤型で中央から上に軸が伸びるので、上から見れば、 普通のコマであるが、裏返すと中央がくぼんでいる。回すときは、さきの尖った細い棒や竹ひごの上にこのくぼみを当てるようにコマを乗せ、上の軸をつまんでひねって回す。竹ひごをゆすりながら回る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。